さて今日はフルーツサンドの専門店があると聞いて会津若松市にやってきました。この辺りにあるそうなんですが、多分こちらですよね。ちょっと宇宙船のような見た目もしているんですが、お話聞いていきましょう。こんにちは。こんにちは。こちら何のお店ですか？じゃあサンドイッチ専門店のヒュッケプラスというお店になっております。店名のヒュッケとはデンマーク語で心地いい空間、楽しい空間という意味。サンドイッチをそういう時間にプラスしてより素敵な時間を過ごしてほしいということでヒュッケプラスという名前になりました。店頭には常時10種類ほどのサンドイッチが並んでいて、見た目も可愛いフルーツサンドにはキウイやメロンなどその時期に旬のものを使用。県産のフルーツを贅沢に1個分使ったものも。たっぷりサンドされた手作りのクリームはフルーツの甘みを引き立てるように甘さは控えめ、滑らかな口当たりに仕上げています。さらに食パンも会津若松市内のパン屋さんから仕入れるこだわりぶり。福島の美味しいものをぎゅっと詰め込みました。ということでキウイのサンドイッチをいただきました。ゴールデンキウイのフレッシュな甘さがダイレクトにきます。クリームたっぷりなんですが甘さが控えめなのでフルーツの甘みを邪魔しないです。とってもバランスのいいフルーツサンドです。フルーツサンドの他にもランチにもぴったり、ボリューム満点の惣菜系サンドイッチが充実。中でも厚焼き卵のサンドイッチは一押しの一品。こちらのお味は、噛んだ瞬間にお出汁がじゅわっと出てきて卵の食感はプルプルです。食パンに塗られたからしマヨネーズもいいアクセントになっています。さらに会津ならではの馬肉を使った桜サンドも。甘辛く煮込んだ馬肉にピリ辛な葉わさびとくるみ入りのクリームチーズを合わせています。季節感を出しつつで見た目も楽しいので、こう家族だったりお友達だったりと一緒にこう楽しんでいただけたら嬉しいと思います。